皆さんこんにちは、ムーです。ゼルダムスを厄災の目視録やっていきます。今回はまたハテナハテナハテナでハイラル城、なんか不穏になってきてるね。いや、もともと不穏だけど。で、今回ね、せっかく仲間になった大妖精を連れて行きたかったけど、出撃メンバーが一人でしか行けないので、リンクで行きます。厄災への対策は順調に進みつつあったが、封印の力は未だ目覚める兆しを見せず、ゼルダは一縷の望みをかけ知恵の泉での修行を決意する。知恵の泉のあるラネールさんは17歳に満たぬ者を知恵なき者として入山を禁じていたため、ゼルダは17歳の誕生日を迎えてすぐに入れるよう準備を進めた。しかし厄災はゼルダの誕生日に復活してしまう。ハイラル王は民の避難を進め、四神獣を配備してゼルダが戻るまで厄災の被害を食い止める策を講じるが、ついに最後のメモリーのアナライゼーションが終わった。はいはい、もったいぶってないでさっさと見せてくれる？もう周りの研究員は慣れっこになったんだね。これはそこまでだ。チッ見たしたことがうかつ。おお、待て。ああ、あっこで加えれるんだ。多くの民が私を信じ待ってくれている。これが最後の機会。大丈夫ですよ姫様、知恵の泉ならば必ずやうまくいくはずです。行ってまいります。お父様。あ、お、ああ、あなた、シーカーストーン。そこかけても離さない。フルワたちに何か。まさか。わお。一気。一気にまとわりついてるやん。ルダニアの持ち場はっつう。ん？ありゃまさか。どうしてもう厄災が。どうやら先手を打たれちまったらしいね。これはまずいんじゃないの？ハイラル城が厄災の手に落ちたってことは。停止してしまった。あ、ハイラル城からの脱出？まだ本丸に。まさかの一気に厄災来るやん。私たち外に出ようとしてたってことは、
あれか。だいぶ本丸って多いのでは。わあ。か、王様もだけどさ、プロアたちも大丈夫なのかな。イーガザン来てたけど。お。あ。来た。来ちゃったよ。乗っ取られガーディアン。いやー来てるよー、どうしようはぁ、あ、ちょっとよいしょ。いやー、あれもですよね。奥のもちゃん来る、しょった来るよ。これは？あ、これはいけるやつ？よかったー。よし。いた。本丸到着。は？うん。よし。お。はい、ガーディアンスマッシュ。とおう、めっちゃ来るやん。いやちょっと待って、ちょっと待って、ラッシュしてるけど私今撃たれるよね。あった、よし、よし、あと、狭い中にでっかいやつらがおるから、はっ、マジごちゃごちゃになっている、もう戦闘が、はっ、はっ、えい、ふう、おさまはさっき上の方から見送ってたよね。あ、でも隠し通路から脱出されました。マジか、開ける、おお、隠し通路ってどっから、わからない。図書室を抜けて大広間へ、そこから正門を目指しましょう。はーい、やっぱお城の中は隠し通路とかあるよね、ロマンだよね。おお、よいしょ、はーい、ガーディアン、こんな、ちょっと図書室で暴れなさな、何してた今、見えない、あー、ちょっと待って、ほっ、はっ、ガーディアンがさらに、マジか、よし、上のマークが見えなくてもきっとこれはこれだった、素晴らしい感じ、イエイ、よし、よいしょー、あの扉から大広間へ急ぎましょう。はい、あの小部屋に行きたい。じゃん、じゃじゃん、宝箱か、なんだコログだと思ったのにな。お、やはー、オッケー、あ、船着き場のガーディアン、船着き場、あ、そっか、あ、こう抜けてきたところが船着き場だったんだね。なるほど。つまり、ガーディアンたちが上がってくると、こっちに。よし。
くぜ。ダッシュだ、逃げろ。なんか、ここで小型ガーディアンが待ち構えていますが。来た。おぉ。ガーディアン向かってきてるのかな？見えないけど、まだ。ここはな、ご飯を食べるところかな。はい。あっせい。よし。こっちじゃない！こっちかな？あ、よし。だいぶ降りてきたんじゃないここ。あ。おぉ。これはもうだいぶ出口に近そう。オッケー。おぉ。お。あ、ここだな。あ。白髪のライネルさん。ふっ、きゃー。よいしょ、ほっ。よいしょ。はい。オッケー。あったー。はあ、あはん。間に合わなかった。よーい。おいー。あ、間違えた。にゃーん。合う。よし。やばいやばい。よいしょ。姫様。来た。ほっ。よし。オッケー。ふう。よし。やば。みんな早く出るぞ。か、待ちか。よっしゃー。来てるかみんな。来てない。お父様と合流しなくては。本当だ、 お父様どこ行った。登場の仕方を。お父様。行け。そなたはハイラルの姫の騎士。すべきことは理解しておろう。お父様。ダメ、離して。娘を頼むぞ。真珠がカノンに。そんな、私は民も仲間もお父様も私のせいで
目覚めてくれないの。私が今までしてきたことは結局何の役にも。音楽が変わった。なあ、はい、脱出しました。ハイラル城から、ね、ハイラル王が、ね、ゼルダ姫もね、よく国のためにって頑張っていたことをもう逆手に取られるときついね。ということで次はハイラル西部救援戦ですね。では今回はここで終わります。ご視聴ありがとうございました。次回の動画も見てください。バイバーイ。